私はクレモナでバイオリン制作をしております酒井義則と申します。このビデオは拙著バイオリンの飛行から私の発見した正熟角形を使ったバイオリンの形の素晴らしさをご紹介いたします。バイオリンの作図法はクレモナのアマティやストラドバリの死後300年以上巨匠の形をコピーすることがとなり全く継承されませんでした。ではアマティやストラドバリは最初に上下の円弧を開けます。そして左に示すような型紙を当て上下の円弧をつなげた形を作図します。では上下の円弧の正しい位置をストラドバリのバイオリンクレモネーゼ1715年を使って説明いたします。中央部最小幅を求めた時の図を使って正しい位置を求めてみたいと思います。下の円弧の上部からの位置は正熟角形の一辺である中央部最小幅の2倍です。これは全長に対して黄金比です。そして上部最大幅から下部最大幅までの距離もこの 0.618 という値です。左右の円弧の間隔も正熟角形の一辺である中央部最小幅です。では弧の要となる下部円弧の大きさを求めてみます。上下のコーナーの幅を求めた時のように内部に小さな円を描きます。小さな円と中心線の交点を P とします。点 P から小さな円と同じ半径の円を上に描きます。赤い点が下の円弧の大きさを示します。全長を1と仮定して赤い点の直径を求めてみます。この円弧の直径を求めるには、まず中の小さい円の直径を求めます。この小さい円の直径を求めるには、外側の正五角形と小さい中の正五角形との2つの相似図形で求めます。外側の正五角形の一辺と全長の比は、0.587 となります。小さい円の中の正五角形の一辺は 0.309 です。なぜならばこの一辺は外側の正熟角形の一辺と等しいからです。では小さい円の直径 SD を求めてみます。すなわち SD は正熟角形の一辺を正五角形の一辺で割ることで求められます。SD は 0.5264 となります。上の小さな円の直径 0.5264 引く半径 0.5 が求める値です。
この赤い円高の値は 0.0264 となります。またこの値は下部コーナー間の幅からも求められます。小さい円に内接する星型、すなわち五芒星の対角線は全長の半分ということからです。F 光の下の円光は 9.37mm となります。また、この飛び出した小さな円の図形の持つ最も重要な意味は、裏板のネックの付け根のボタンの大きさを表しているということです。オールド楽器のボタンの周りにつく黒炭のリングは、修理などで小さくなってしまった形の補修ではありません。現代ではこのボタンの直径を約 22mm にとりますが、300年以上前に作られた楽器は、すべて 18.7mm くらいの大きさです。このリングは、ネックを現代式に変えたときにボタンを大きくするためにつけたのです。F 光にも正十角形が素晴らしい形で利用されています。詳しくはデカゴンのホームページをご覧ください。